結構からちょいスケバーマミダロシに火をつけちゃうと、皆さんこんにちは、マジシャン YouTuber のモーくんです。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。はーい、何ヶ月ぶり。どこ行ってたの？どこ行ってたのって東京住んでるから。そうですね、はい、久しぶりだね。久しぶりモーくんとのコラボですね。約2ヶ月ぶりぐらいの。はい、はい、いや早く辛いもの一緒に食べたいっすもん。出た本当に。いや辛いの食べたくて、うん、もうジョニーさんの食べるまで辛いの抜いてましたから。ほーボクサーみたいないいね。はい、今日はそんなモークのために、はいはい、これ何度も動画と生放送でやらさせていただくんですけど、今日は、はいはい、激辛グルメ祭り、はい、第5ラウンドということで、はい、あれこのガーリック&チーズパラダイスじゃないんですか？違うんだよ。美味しくないですか？でもガーリック&チーズパラダイス、これは今日はやんない。あ、今日激辛だから。ちょっとじゃあ僕帰らせて。なんでだよ帰れる10分も経ってないぞ。しっかり仕事しろ。でも打ち合わせしたからもう10分経ってるじゃんから、はい、第5ラウンドということで約9店舗お店が出ております。今日はねこのうちの4品を、モー君とお二人で食べていきたいかなと思います、はい、で前半後半、僕が前半で後半はモー君チャンネルで流しますので概要欄をチェックしてみると。いきますか。早速いきましょうか。はい、はい、出発。じゃあこのなにわのソースたこ焼き激辛でよろしくお願いします。辛い唐辛子みたいなの使ってるんですか？キャロライナリーパーだいぶ嫌いでます。いっちゃっか。いい感じでしょうか？いや、もう、はい、揃いますよ。あ、もう揃いました。あ、これはよだれ鶏。よだれ鶏で、はい、これ3辛が普通マックスなんですけど、はい、特別に5にしてもらいました。なにハンターとして、はい、じゃあちょっと食べていきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。さあ第5ラウンドさん、お手並み拝見です。じゃあ僕じゃあたこ焼きからいきましょう。はい、僕じゃあ食べます。はい、どうぞ。いただきます。一番辛そうじゃない？色的にはちょっとソースがちょっとドロッとした感じ。確かに。あっ、うん、じわじわじわ、あ、じわじわパターン食べてみ。あの、いや僕嘘つかないですよ、うん、ちょっと普通のソースじゃない。あ、ぐね、熱いし。あーね、この体験したことあるでしょ、これからさボディーブローみたいな。あー、わかる。じわじわじわってくる。じゃんじゃん行きましょう。やな、よだれ鶏。うん、これうまそうだな。それ普通にうまそうです。これ普通にうまからず。うん、うまいうまいんだ。うまっ、これうまいわ。これ超おいしい。うまっ。もうよだれ鶏ですけど、まさにもうよだれが出てきそうな。出てはいない。いいんだよ、はい、これマジ冗談抜きでうまい。うめえ。めっちゃうまい。これ好きだわ。あ、うまい。すごいうまい。うん、ご飯欲しかない。しかもちょうどいいからさなんか、はい、ラー油を使ってるんですかね。そんなに辛くないんですけど、ただすごい美味しい。僕ここやだー、絶対辛いもんこれ。このライン危ないね。どっちがやばいんだろう。塩マ辛だからね。こっちも結構辛そうですから。いやー、辛いじゃん絶対。ちょっと僕こっちから行ってみますよ。うわー、いただきます。あ、メンマが入ってます。絶対辛い。うま辛い。いや、うまい。あ、つけ麺うまいわ。僕思うんですけど、なんでそんなに辛くないかって言ったら、多分これここに落ちると思うんですよ。つけ麺だから全部つけた時ここに落ちていくと思うんですよね。あ、あー来た、喉に来た。あー、やめろ、あー、やめろ。ちょっと素でどんな味かどうか。素で、あー、あー来た。あれ、粉これダメだ。じゃあ僕もいただきます。おい、しっかり粉がかかってるとこだ。辛そうじゃん、だって。いや、これね、つけられつけたらそんなに。いただきます。あ、いただきます。うん、おい、チャーシューいってんじゃねえか。おい、うまっ。麺食え、麺。あ、ピリ辛。あ、辛いけど、これ結構やばい。ちょっといや、え、チャーシューどうすか。
チャーシューめっちゃうまい。これがそのヤバい唐辛子らしいです。これヤバい唐辛子。うん。なんか辛いっすんだろ。うわもうビジョビジョじゃん。ビチョッ。じゃあもう多分これ一番辛いと思う。うん、じゃあこれ今度。次フライドエッグが乗っててこれにエグくない？おばあちゃんのエグいっすよ。これうまそうだけど辛そう。あ、やっぱこっちだ。エッグが一番辛い。マジ？あ、うまいね。このガパオみたいな感じです。いただきます。ちゃんと行こう。どどどどどどど。うん、辛い。オッケー。あ、辛い。オッケー。うわ、辛い。今度はこれバッてくる感じの辛さ。じわじゃない。辛い。え、これさ、粉末そんな辛くないんですか？そうなんですか。うん。ちょっと粉末なんか辛くないらしいから、そんなに辛くないらしいですよ。これ一番それ一番これ一番食べた。やめろ、ボディーブローガンガン食うんだよ。ボディーブローとストレートの好きだな、よだれより。うん、たこ焼き。うん、ああ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 どうした、うん、どうしたの？はぁじゃねえよ。はぁいう辛さじゃないだろこれ。しかもちょっと寄せてんだろ。この後の様子はボンクエチャンネルで流しますんで、はい、じゃあちょっとね、僕らにこう辛さレベルの発表していきましょう。辛さレベル的に右に行くほど辛くなっていきますけれども、はい、じゃあ今回この4品食べていきますけど、まとめて辛さレベルを発表していきましょう。はい、辛さレベルじゃんじゃん1,3,5,6 です。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、はい、それはまあおめでとうございます、はい、そういう感じです。まあ一番こうね、まあ、量今回まあ6ですけど、そんなにこう量が多くないんで、生麺で食べるとちょっときついなっていう感じです、はい、こうやばい。この2つに関してはやばい唐辛子を使ってるんで、非常にこの、粉がね直接直撃すると、はい、本当に辛みが、はい、浸透してきますけど、はい、目的にどれが一番美味しかったですか？美味しかったのはこれで、一番辛かったのはこれですかね。あ、やっぱ僕と一緒です、はい、一緒ですね、一緒です、はい、この第5ラウンドはもう明日で終わっちゃうんですけど、11日で終わっちゃうんですけど、まあ、第6ラウンドは、これで9月の18日までやってますんで、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますね。これお願いします。はい、モークのチャンネルも貼り付けてますね。はい、じゃあ後半は、はい、僕のチャンネルで完食していきたいと思います。一人で激辛ジョニーさんが一人でジョニーさんが、やだやだやだやろやだやろやだ